はい、皆様こんばんは。12月29日月曜日ですね、今年最後のしゃべくり松代になります。第218回ですね。今日の松代はですね、朝ちょっと目覚めて外を見ましたところですね、約 2,3 センチの雪が積もっておりました。驚きましたですね。で、まあ私の地区でもですね、各家庭で、自宅の前の道路の雪かきをしたりなんかしておりましてね、まあ午後あたりになると太陽さんも、出てきましてですね、雪の道路が全部消えたという形で、まあ道路が歩きやすくなりました。そんな松代でございます。今日のゲストをご紹介いたします。スマコ芸術クラブ主催の宮坂勝彦さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。宮坂さんはですね、松代が生んだ日本初の近代、演劇女優ですね、松井スマコについて今日は語っていただくことになってますので、よろしくお願いしますね。はい、では最初にですね、宮坂さんと松井スマコのそもそも出会いっていうんですかね、ちょっとそれ、聞きたいんですけども、はい、すでに30年近くになります。そうなんです、はい、昭和でいうと60年、はい、1985年頃、長野の銀河書房という出版社がありまして、はい、でここからあの、まあ、22冊近代を開くという新種人物付属というシリーズを出そうじゃないかということがありまして、はい、その第1巻目が、松井スマコ。ああ、なんか初版本でね。そうなんです。ということで松井スマコに出会ったわけですが、はい、あ、なるほど。当時のですね、スマコっていうのは、はい、例えば松代でもですね、ケチで、わがままで、傍若無人で、なんて嫌なやつなんだという、いいとこないじゃないですか。そうなんです、イメージだったんです、はい、ところがですね、そこの子供たちがと一緒にいる写真ありますよね。あ、これ、こっちの方がいいかな、これかな、これいいかな、子供と一緒にいる写真があったことなんですが、それを見ているとですね、非常にこう表情豊かなですね、これ、スマコの写真が、まあ、集まる300枚ぐらい集まったわけですよ。それでどうもこれは違うな、スマコってもっと違うんじゃないかというところで、スマコをもう少し研究してみようということで始まったわけですね。まあ、だけどあれですね、このスマコを引きつける魅力を持った女優さんですけども、簡単なプロフィールってちょっとお願いできます。そうですね、はい、まあ、真っ白の方はほとんど知っていると思うんですが、生まれたのは、旧羽西田郡、清野村古市というところですね、はいはい、現在の長野市真っ白清野、ですね、はい、真っ白城下の外れになるわけですけども、まあ、もうちょっと知らなかったんですけども、あそこは意外にこう、なんていうんですか、武家屋敷が多かったんですね。で、例えば1200人人口がいたわけですけど、幕末頃になるとね、はい、その半分がもう半分以上が武士だったということなんですね。そうなんですね。あと今ここに今写真もあって、あの若い頃のスマコさんだって言うんだけど、一番ひ、こっちとこっちのあれですね、あ、こっちか、これか、これか、はい、これがスマコさん、はい、でこちらは一番こっちが、東京行った頃15歳ぐらいのスマコですね、これがね、はい、はい、でこちらはそれが、これは西村写真館で撮ったやつかな、真っ白の、あ、真っ白の西村写真館さん、はい、これは17歳花嫁に行く最初の花嫁頃の写真ですね。それこちらはそれがあのお母さんですね、ということで、はい、まあ、あのスマコのうちは、はい、その京の中の、まあ、士族のうちなんですけども、ずっと松代藩ではなくて、むしろ、その前の酒井家の、勤めていた、まあ、武士だったわけです。それが酒井家が鶴岡に行った時に、まあ、その当時、京のにたくさん土地とかいっぱいあったんで、はいはい、そこを、まあ、自分のものとして、持って、ついていかないで真っ白に土着したといううちなわけですね。なるほどね。で、スマコがまあ6歳の時に、はい、お父さんの妹が、上田にお嫁さんに行ってたわけですけど、ここが子供がなかったということで、スマコが養女に入ります、はい、ところがスマコが15歳になった時に、その養女に入ったお宅のお父さんが亡くなってしまう。あ、そうですか。で、それで
スマコはまっすぐ戻るわけですけど、うん、その戻った途端に、うん、今度は自分のお父さん、実際のお父さんも亡くなっちゃう、まあ、亡くなっちゃうという悲劇があったんですね。なるほど、かなりショックだったんだな。あ、そうだね、まあ、2人とも、ね、同じ頃亡くなっちゃうなんて ね、ちょっとかわいそうな感じですね。はい、で、まあ、東京に出ます、うん、はい、そして、17歳で最初の結婚をします、うん、はい、で、まあ、いろんなことがあって別れまして、うん、22歳で2度目の結婚をしています、うん、で結婚相手は、うん、前澤清介という、うん、隣の榊、あ、榊町、榊の出身の、はい、まあ、小学校の先生です。で、前澤清介は非常にこう、うん、演劇世界に詳しい人で、これを導きの意図として、スマコは演劇世界に入っています。入ってくる、そうなんですよ。なるほどね。でね、いいですか、うん、いいです。それでですね、はい、明治42年、うん、今度はあれですね、坪内翔也さんですね、早稲田大学の、まあ、教授をやっていた坪内翔也先生、うん、さっき写真がありましたけど、うん、その方が、文芸協会、これじゃなくて一人だけで見た写真がありましたね、文芸協会演劇研究所というものを作りまして、うんうん、そこへスマコは、入所します。はい、はい、すいません。あ、これね、はい、はい、はい、あ、ごめんなさい、大事大事、はい、はい、入所します。はい、そしてその第1回の、公演が、うん、ハムレットのオフェリア、はい、はい、さっきのこの写真で ね、はい、はい、オフェリアやるわけです。で、はい、オフェリアはね、ものすごい評判が良かったわけですね、大当たりします、うん、そして次に自由を求めて家を出る女性、うん、人形の家のノラ、ノラね、はい、こういうものをやりまして、はい、さらに同じような、まあ、役割なんですけど、故郷というものの、うん、マグダという役割をやりまして、うん、これが、まあ、大ヒットします、はい、で、スマコは一気にスターダムにのし上がっていくわけですよね。そうなんですよ。で、まあ、その自由を求めて家を出る女性って言えば、はい、三田さん、誰がいますかね。よそのあきこ。よそのあきこですよね、うん。で、長野県の関係で言うとね、うん、安曇野の、まあ、新宿中村屋サロンに、で、相馬国光という人がいましたね。うん、それから、まあ、皆さんよく知ってる人で言うと、芸術は爆発だと言った、あ、はい、はい、はい、岡本太郎のお母さん、その岡本かな子さん、それからですね、うん、去年の朝ドラで、仲間由紀恵さんが演じていましたね、はい、柳原白蓮さん、これ人気しましたよね。こういういろんな人たちが、うん、こうどんどんと世に出てきた、うん、こういう時代にスマコをまたそういう、先駆的な女性のシンボルとして、はい、舞台に立っていくわけです。なるほど、そうなんですよ。で、ところがですね、まあ、恩師であり演出家でもあり、そして、まあ、全体の指導者でもあった、うん、島村宝月、はい、その彼との、恋愛がですね、うん、発覚するわけです。で、これが大問題になりまして、はい、演劇研究所を2人で出ざるを得なくなる、あ、対談しちゃう、対談するわけですね。うん、そして、うん、新しい劇団、うん、芸術座を作ります。新しいのを作った、はい、はい、ね、すごいパワーですよね。すごいね。ね、で、まあ、その芸術座の第3回公演っていうのが、うん、まあ、復活、復活、ね、はい、これがですね、はい、すごいヒットするわけです。うん、信州中野出身の中山新平、うん、中山新平さん、はい、はい、はい、この人が劇中歌を作ります。うんうん、復活唱歌、カチューシャ、ああ、そっかそっか、カチューシャかわいい、はい、やってる歌ですね。はい、あれですね、みんなに歌手になったことですか。 いいです、ありがとうございます。はい、我々も歌えるっていう感じですね。そうなんですよ、うん、それが大ヒットして、うん、松井スマコの名は全国へと広がっていくわけです。カチューシャ、カチューシャ、はい、うん、はい、はい、はい、で、その当時ですね、うん、蓄音機は、はい、全国で2万台、うん、2万台ですよ。で、2万台、はい、その時代にレコードは4万枚売れたと言いますから、おかしいじゃないですか ね、 すごい売れ行きだったと思うんですよね、うんうん、で、カチューシャの歌
だけじゃなくてですね、うんうん、次にどんどんと、まあ、あのお芝居をやっていくわけですよ、ね、はいはいはい、で、その後もですね、うん、歌ってください、命短し恋しゅう、命短し、あ、違ったね、そうです、恋せよ乙女、乙女ってありましたね、これゴンドラの歌ですね、あ、そっかそっかそっか、それから行こうか戻ろうか、はい、オランスタでっていうのもあるんです、うん、サスライの歌、それはちょっと分かんないな、はい、こういうのがね大ヒットしてですね、スマコは日本の、うん、本当に女優として、うん、その人気は不動のものとなっていくわけです。で、そういう中で、はい、大正4年に、芸術座、うん、の拠点芸術クラブが完成します、はい、そしてですね、その後に須磨子宝月は、うん、これをさらに発展させて、はい、芸大のような総合大学を作ろうとしていくわけですね。で、須磨子もアメリカに留や、ヨーロッパに留学するんだという夢を持っていたんですが、うんうん、それはできなかったんですか。大正7年にですね、うん、スペイン風邪というのが世界中猛威を振るわけですね、このスペイン風邪で宝月は亡くなってしまう、亡くなっちゃうの。そうなんです。あ、じゃあ夢途絶えちゃう。夢途絶えたんです。なるほどね。それで、まあ、その宝月が亡くなってしまって、はい、頼るべき人がいない、頼るべき島がないということで、うんうん、まあ須磨子も後を追って亡くなると。亡くなっちゃう、いうことなんですよね。ね、まあ、それが大体須磨子の、うん、まあ、一生、一生プロフィール。で、そうした激しさ、うん、それから何て言うんですかね、まあ、ある意味でスキャンダルスで、はい、だったっていうことが逆に須磨子の名前を有名にしたんですけど、うん、と同時に、うん、真実の須磨子の姿を隠していったということがあって、まあ、私たちとしては、うん、あの松代出身の、ね、女優、この人のきちんとした姿を伝えようということで、うんうん、まあ、須磨子芸術クラブを作って、あ、なるほど、まあ、活動し していくっていう形なんですね。そうですね、はい、まあ、あとあれですね、はい、この須磨子が亡くなったのが1月だって聞いてるんですけど、はいはい、これ1月、ね、そうですね、なんかイベント ね、 ねやるですね、はいはい、毎年やってらっしゃるんですけど、そうですね、毎年、1月5日、はい、この命日ですね、うん、その命日に須磨子忌というのをやっております、はい、でこれは、松井須磨子の生家の裏山にあるお墓があるんですけど、はい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 、そこをお参りします、うん、そしてその後、うん、まあ、お話をしたり、はい、あるいは芸能とかイベントをやったりして楽しんで、はい、いるわけです。あ、なるほどね。で、今年はですね、はい、まあ、あの、お墓参りは1月5日の午後1時から、はい、の予定です。あ、なるほど、はい、集合はどこですか。集合は現地集合、現地集合、はい、あ、じゃあ小林さん家の前です。そうですね、はいはい、でその後は、はい、それ2時半から、うん、樋口家で、旧樋口家ですね、樋口家、樋口家住、はい、樋口家住、あの真田公園の前にありますよね、はいはい、ここで、お話の会を開こうと、はい、今度は企画展も今ね、そうですね、NHK でやってますので、はい、それも見ながら、はい、それで、まあ、あの去年ですね、 NBS テレビで1時間番組、はい、100年伝説松井須磨子という女優というものをゴールデンタイムにやったんですけど、うん、それもあの少し見ながら、はい、やってみたい。解説してくれる。そうですね、はい、解説する予定です。はい、はい、じゃあ一応もう一度ちょっとあのパネル見せていただいて、はい、あれですね、はい、いいですか、うん、どうぞ言ってください、はい、ですから一応あのもう一度それをまとめて言いますと、うん、第14回の、うん、須磨子忌、はい、午後1時からお墓参りです、はい、直接現地に集合してください、はい、清野ですね、はい、で2時半から、はい、NBS の番組100年伝説松井須磨子という女優を見ながら、はい、私がちょっと解説をさせていただきたいと思います。わかりました、はい、ぜひご参加ください。そうですね、参加料は無料です。あ、はい、無料ですか、はいはい、じゃあ大勢の方来ていただくといいですね、はい、そうですね、はい、まあ、寒い中ですけどね、樋、ね、口家住宅はあったかいですんでね、はい、ぜひ参加いただければなというふうに思います、はい、今日はどうもいろいろありがとうございました。どうもありがとうございました。すみません。
っちゃってからあれ言う。マイク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 。もういいよいいよ。やってちょっとやってもうそれ。じゃあ引き続いてあれですね。はい、はい、皆さん来週のお知らせの前に、あ、また間違えちゃった。来週の予告の前にお知らせをどうぞ。はい、はい、はい、これ今先ほど言いましたね、今水島国企画展というのでね、はい、樋口家住宅で行いますね、1月4日から31日まで、はい、9時から4時半までやっておりますので、ね、はい、まあ、ぜひ見に来ていただきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、で来週ですね、はい、来週はこんな形です。来週はもう来年ですね、はい、来年です、はい、はい、初日、はい、はい、マッスルテレビ局で、ね、はい、新年のご挨拶で皆さんでやっていただいて、 その後当選挙のご紹介ということでね、はい、マッスルでやってらっしゃるみすず連マッスル支部の皆さんにちょっと、はい、どういうこと、どういうふうにやればいいのかとかね、はい、実際私らもちょっと体験できる。私もできるんですか。あ、 OK でございますので、はい、じゃあそれはね、ぜひお願いしたいなと思ってますので、来週はまたこれで見ていただければなということで、はい、それから引き続いてこれ終わった時で、これからね、今日は、引き続きあと10分かそこらね、はい、年末のご挨拶を、はい、ね、我々集まった皆さんで、はい、ご挨拶を申し上げたいと思いますので、はい、引き続きどうぞご覧ください。はい、よろしくお願いします。はい、します。携帯のね、これもここに来たので、はい、皆さん、じゃあ、はい、ああ、これはじゃあちょっと映すか、うん、先映してね、うん、はい、その間に、じゃあカメラ固定してどうするっす、それ立ってもらって、うん、うん、どこにみんなで、うん、最後の方は俺さ、これ始末しなくちゃいけないから、はい、はい、座ってください。はい、皆さんじゃあしゃがんでいただいて。どうね、すいません、後の方は、はい、三田さんと三田の方、三馬さんと入るの、あの後ろに立ちます、あ、二人、はい、片桐さんと清水さんの間に、あ、この間ね、はい、そっちの、はい、はい、もう少し上げてもらった方がいいな。おまたさん、これ映っちゃってる。あ、そうか。ああ、映ってんだ。結構ね、俺後ろに立つと。はい、はい、はい。俺ちょっとここまで行って。立ってみて、どんな具合になるか。はい、どうぞ、はい、始めてください。こんばんは。今年も松代テレビ局、1年ご覧いただきまして、本当にありがとうございます。今年最後のライブということですね。今日ですね、集まっていただきましたスタッフの皆さんにですね、今年の年末のですねご挨拶をいただきたいと思いますが、三田さんから一言ずつ、はい、はい、お願いします。ですね、1年間、なんとか頑張ってやってきました。はい、はい、大変なことでしたけれども、無事終了することができて大変嬉しく思いますね。はい、はい、あ、そうですか。はい、ありがとうございます。はい、片桐さんいかがでしょうか。はい、早くもですね、もう1年が終わりになりました。まあ、このついこの間正月を迎えたと思ったらもう、うん、また正月を迎える時期になりましたね。1年間本当にあっという間でした。早いですね。皆さんご苦労様でした。はい、ありがとうございます。また一つ年取っちゃうですね。はい、ありがとうございます。ますます高齢者年取ったから減るんじゃねえですか。これ以上取らないか。はい、ありがとうございます。それでは渋さんお願いします。
はい、今年は何か災害が非常に多い年で、あの方も出らっしゃるね。あの、大変な年だったかと思いますけども、まあ、なんとかあの1年、今年の 春も雪もたくさん降りましたけども、また今年こんな大したこれ年末から年始にかけて、大したことがないように、願いたいと思います。 あとビデオなんかをもう少しこううまくスマートに、できればいいなと思いますけど、なかなかできなくて、苦労しています。また来年はちょっと頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それは二本松さんお願いします。はい、そのままずっと、ああ、ね、はい、いい顔だ、たまに出るのいいね、いい顔だ、うん、今年はね、私あの出演はこれで3回目になります。うん、217回の1月6日のしゃべくり松師匠からね始まって、今日で、ちょうど50数回1年これで終わりますけれども、途中8月にと200回記念、はい、やりました、ね、メインパーソナリティをさせて、うん、あ、そうですね、はい、長時間1時間のね長番組になりましたけど、うん、なんとかまああの皆さんのご協力で収まりました。はい、そして今日が3回目、うん、今日実はね忘年会でプライベートの話ですけど、はい、ちょっと半分余裕になってますけど、はい、まあ、このぐらいちょうどいいね皆さんね。ああ、いいですね。できればまあ飲んでやりたいところなんですが、ね、まあ、視聴者の皆さんにね失礼になっちゃうんで、ね、今日はそんなわけで、まあ、だいぶ回ってる方だとは思いますが、はい、またあの来年も一つよろしくお願いしたいと思います。普段はまあオペレーションしておりますけれども、はい、たまにはお顔出しをさせていただきたいというふうに思っています。はい、ぜひまた。ありがとうございます。はい、少しお水入ってるんで、はい、口の周りもすごくいいですね。そうですね、はい、お疲れ様で、はい、よかったですね。はい、はい、ありがとうございます。皆さん、さっき短かったんですが、もうちょっとないですか？もういいですか？うん、それだけでいいじゃないか。あ、いいですか。はい、あとなんか少しあったら、うん、おまつさんあれだね、切り替えて、うん、おまつさん今度あれだね、はい、はい、じゃあ続いておまたさん、はい、どうぞ、はい、今こっちに参りますんで、はいはい、はい、じゃあ切り替えてもらっていいですよ。はい、私そんなにあの普段映らないからって皆さんこんばんは、はい、あのボタンを押してください。ちょっと俺に押してください。はい、はい、皆さんこんばんは、はい、今年もですね、健康で、カメラの方のね、いろいろと放送できましたけども、この1年ですね、1年間通して、皆さんのいい放映ができたかと思うんですけども、これからもですね、また見ていただければと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。もう少しなんか言い足りなかったことを、片桐さん、三田さん、清水さん、ないですか、いいですか。まあ、はい、来年のこともね、うんうん、来年はですね、善光寺の御開帳が始まります。4月5日から始まりますので、真っ白でもですね、御開帳に合わせていろんなイベントがですね行われますので、ぜひ、善光寺および真っ白の方へね足を向けていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、だから、うん、まあ、松代にはですね、まだいろんな、方々、活躍している方々がいらっしゃるので、まあ、そういう人に声かけをしてですね、やっぱり松代テレビ、ね、出ていただいて、こうやって頑張ってるんだよっていうのをね見ていただければいいかなというふうに思います。はい、来年もまた頑張りたいなというふうに思いますね。頑張りましょう。はい、はい、で、じゃあ皆さんよろしいですか。二本松さんカメラやってますが、はい、もう一言言い忘れたことなんかないでしょうか。名カメラマンです。ああ、そうですか。はい、迷ってますかね。はい、片桐さん、またあれじゃないですか、はい、ご会長で特別中継やるじゃないですか。そうですね、またあの真っ白テレビの方ね、それまた企画して皆さんにご覧いただきたいとこんなふうに思っておりますので、まあ、これも一人ではできませんので、スタッフ全員では総動員でやるということが一つの、まあ、つながりでいいんじゃないですかね。ぜひ一つよろしくお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。それではですね、私なんですけれども、今年本当にあの1年間ありがとうございました。でですね、私ども松代テレビ局なんですけども、平成22年に開局いたしまして、それで6月が開局なんですけども、11月からこのしゃべくり松代を始めまして、
今日で218回ということなんですけれども、この間にですね、私どもにご出演いただきました、皆さんですね、今年は3人の方にね、方がご請求されましてですね、宮沢博さん、そしてまた野々花美術館の斉藤さん、そしてから松露藩を執筆し上司されました、田中さん、ご請求されました。本当にこの場をお借りいたしまして、ご冥福をお祈りいたしたいと思います。また松代テレビ局私どもなんですけども、3月ですね、リージョナル賞をいただきました。で、私は東京まで、授賞式に参りまして、本当に厳かな中で、賞状をいただいてまいりました。今年は本当に大きな年だったと思います。また先ほどもね、皆さん、申し上げましたけども、また来年もですね、引き続き松代テレビをご覧いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、ら、はい、いやいや、私はありがとうございます。はい、はい、はい、ありがとうございました。あなたの街、そろそろそれからラップスラまた見たね。